はい、皆さんこんにちは。今日はアイロンスミスメディバルシミュレーターの方をやっていきたいと思います。こちらはですね、2022年の3月9日にリリースされました中世の鍛冶屋を体験できるゲームとなっております。リリース当時はですね、ちょっと評判の方が悪いになってましたが、現在では賛否両論の方になっています。ちょっと評判の方は良くありませんが、ちょっと鍛冶屋に興味がありますので体験していきたいと思います。では始めてみましょう。スタート。こちらですね、スタートニューゲームということで、こちらで始めたいと思います。ちなみに日本語非対応となってますので、いつものように Google レンズなど使ってプレイしていきたいと思います。はい、ということで始まりましたね。なんかもう起きて仕事しろ的な感じでしたが、外にいるっぽいので、行きましょう。特にチュートリアルは右上の方かな。動きの方はいつも通り WASD で、シフト押しながらで若干ダッシュできる感じですね。他のゲームと大して変わらないと思いますので、操作は大丈夫だと思います。あ、お父さんなのか。では早速話してみていきましょう。Fetch me some wood and coal. Am I supposed to do everything myself? I've fed you for 17 years. Time for you to be of some use. 17歳になったんでちょっと働け的なことですかね。ちょっとコンティニューですね。The chopped wood is over there, as you probably know. 会話ちょっと飛ばしてしまいましたが、もう行きましょう。タスクの方を見ると、なんだ。なんだ、石炭を5個と、木を5個で、赤いのがついてる。あ、赤いのついてますね。ついてるので、これをとりあえず5個取ればいいのか。5個以上取れる感じですね。でここには石炭があると。石炭ありますね。石炭を5個取っていきましょう。はい、これで OK かな。あ、鉄の延べ棒とかもあるぞ。これも取れますね。ここら辺のも取れるけど、これは何だろう。何か分かりませんが、取っていきましょう。勝手に取っていいのかな。で、お父さんに話しかけるということで、話しかけましょう。会話はいいや、飛ばしていきましょうか。さあ、次は何だ。ハンマーと、なんかペッチみたいなのを取ってこいかな。これさっき取っちゃいましたので話しかけていきましょう。次、ファイヤーイットアップということで、なんだ、これか。これにの温度を1600度まで上げるということですね。さっき取ったやつを入れればいいのかな。1番で木になってて、クリックでは無理か。なんだ、H でオープン、なんとか。あ、これか。これはなんだ？作り方が出るん。ヘルプブックか、これが。インゴットを熱して打て的な感じですかね。一応7ページあるのか。そうか、そうか。いろいろなアイテムにできて、つかとかにもできる。ベーシックの方はどうなんだ？なるほど。木材と石炭を置いて、この、シコシコして風を送るやつでやれということですね。で、なんか型に入れてやるやつもあるよ、的な感じですかね。で、これはどうすんだ？次は、ドロップアイテム。なんか木のマーク増えたぞ。なるほど、これを5個置けばいいのかな。で、なんだろう。石炭の方も5個置かないといけないんですね。9でドロップアイテムと。これで、木材と、石炭の方5個つきましたので、次は、これか。これを、どうすんだろう。シュコシュコして風を送るやつをとりあえず3回しなさい、的な感じですかね。で、これの使い方がよくわからないんだけどな。どこで、やればいいんだ？なんか出てきましたね。どこだ？
なんかちょっと一瞬出てきたような気がしたんですけど、あ、いいで、あ、いけた、いけた、いけた。こっちか。このなんか、ここら辺でなんか E を押すとできるみたいな感じでしたね。うん、詳しい場所はちょっとわかりません。どこだろう？あ、ここか。で、これで3回やれば1600度まで行くのかな？はい、これで1600度まで行きましたね。次に、インゴットを温めなさい。インゴットこれか。これはもういいのかな？次、掴んでこいつかな。これも9で落とす。あ、そうすると、インゴットが、加熱されるんですね。温度は1700度。コンテントっていうところが、インゴットの温度なのかな？ 24%、27ですね。これを 100% まで持てばいいのかな。では、こちらの方ちょっと温めていきましょう。さあ、もうすぐ 100%、あ、100% になりましたね。ヒートが、緑色になりました。ペンチを装備して、掴みましたので、こちらの方に置いていきましょう。で、F なのかな ?F で行くと。で、クリックすると、あ、鉄を叩き出すんですね。よし、これで、途中まで行ったら、なんだ、なんかセレクトネイルだ。あ、釘を選択するって書いてあるんです。あ、ここか。ここで釘を選択します。釘ありますね。これを選択してクラフト。そうすると、あ、2箇所打てって言ってるな。あ、ちぎれた。ちぎれましたね。この両端はどうすんだ？両端は使わないんかな？ちっちゃく切って、あ、一本一本あれなのか。打っていくって感じなんですね。これ連打すればいい感じですね。とりあえず打っていきましょう。あれ、あんまり雑に打つとポイントが少ないのかな？しっかり、あ、これなんか大きくなったりちっちゃくなったりするときになんかあるのかな？でっかいときに打つとポイントが6ポイント。ちっちゃいときは？よいしょ。8ポイント。あ、ちっちゃくなった方が高いんですね。で、これでとりあえず OK かな。で、お父さんに話しかければいいのかな。よいしょ。あ、話が進みましたね。まあ、こちらの方はもう分かりませんので、適当に進めましょう。あ、お父さん、どっか行った。どっか行ったぞ。で、どうすんだ？ Talk to Martin。マーティンは誰？これ、今来た人？この人ですかね、マーティンは。あ、マーティンか。この人と話せと言ってますね。はい。なんだろう。まあ、文字はとりあえず、ほったらかしにしましょう。あ、で、お父さんと話せと。さあ、会話はちょっと飛ばしていきましょう。なんか重要なのかな？重要かもしれませんが、まあ、飛ばしましょう。で、タスクの方は、なんだろう、これ。シックル釜かなんかかな。こちらの方、ちょっと役の方を見ていくとか、釜を作って、できたらスベンに渡してくださいと。アンビルにインゴットを置き、釜の刃を作ると。ああ、そして釘を作って、そして、もう今緑色になってますけど、こちらの方が塚かなんかで、これはもう取ってあるので OK みたいですね。では、まずはどうしたらいいんだろう。これ、火、まだこれ、石炭とか大丈夫なのかな？シュコシュコのやつで火を起こしていきましょう。さあ、これで、1600度になって、よし、これでインゴットですね。インゴットを、1番にして、9でドロップと。で、これでまたちょっと加熱するまで待ちましょう。はい、もうすぐ100になりますね。さあ、100になりましたね。こちらを取って、ここで打って作りましょう。F でとりあえず行こう。で、最初はだいたい引き伸ばしていくんですよね。で、途中からクラフトが出ますので、クラフトボタンで、釜のなんか刃かな？を選ぶと。なんだろう。こちら、これかな？あ、ありますね。あ、そして、馬の蹄鉄もありますね。とりあえず、これを作らないといけないので、これを作りましょう。さあ、今回は、あ、なんか違うやつになったぞ。打つ。あ、そしてなんかメーター出てきた。
スペースで真ん中にすればいいのかな、とりあえず。よいしょ。あ、ちょっとずれた。ずれたぞ。結構押したタイミングでは止まらないな。あ、ダメだ。こういうの苦手なんですよね。よいしょ。よいしょ。あ、全然ダメだな。50しかいかなかったけど。でもまあ、完成しましたね。はい、これで釜の先端ができて、次、釘を作れということなので、まだ大丈夫なのかな？1080度になってますので、少し温度を上げましょうか。よいしょ。さあ、これで1700度いってますので、まだ大丈夫かな。あ、やばいぞ。結構燃え尽きてますね。さあ、ではこちらの方も温度上がるまで待っていきましょう。100度になったので、持っていきます。よいしょ。で、釘を作らないといけないんですよね。で、Q でまた F ですね。で、叩いていくと。まあ、こちら伸ばすのは連打でも良さそうですね。よいしょ。よいしょ。もう一回か。よし、これで釘を作ると。4本の釘を、さっき作った釘どうしたんだろう？お父さんにあげちゃったのかな？よいしょ、これを切って、この両端もどうなるのかすごい気になりますよね。使わないのかな？まあ、ちょっと本当の火事がどんなのかわからないので何と見えませんが、よいしょ。最初の方で伸ばした両端は使わないのかもしれませんね。これ一番ちっちゃくなったぐらいで押せばいいのかな？なんかちょっと打つタイミングが、遅いので、完全にちっちゃくなる一歩手前ぐらいで押すと、叩いてくれますね。よいしょ。お、10取れた。10ポイント取れましたね。なんか、中間ぐらいかな。大きさ的には中間ぐらいで打つと10取れる感じですかね。よし、これで、釘もできました。次は何だろう。すべてのコンポーネントを作業台に置いて組み立てます。作業台。あ、これかな、ワークベンチ。これですかね。あれか。入れ物を入れ替えないといけないのかな。これと、なんだろう。かな。これみたいなやつを入れて、で、1番を、これを置く。あ、置いたぞ。で、あ、これ先っぽだけ置けばいいのかな。先っぽだけ置けば大丈夫なんですかね。あんで、ここにこれを置くと。で、釘も、あ、4本入れる。あ、なるほど、なるほど。で、どうするんだ？クリックオンサークブレイドってなってますね。これか。シックルか。シックルブレッドです。ブレイドですね。で、この塚の方に合わせると。で、ネイル。釘を取って、あ、ここに打ち込むのか。これは釘を普通にクリックすれば、ああ、打ち込めるんですね。お、いい感じ、いい感じ。これ、あ、完成した。完成しましたね。よし、これで、あとは誰かに話せって言ってたな。この人か。この人に話して分け与えればいいんだけど、これ名前がちょっと裏返ってたような気がしますね。よし。はい、これで OK。お金はどうなんだ？さあ、出来上がりましたね。はい、という感じで、作っていくみたいですね。次は、報酬って書いてあるので、蹄鉄かな？馬鉄の方を作っていかないといけないみたいですが、今日はとりあえずこれぐらいで終わって、また次回ですね、こちらの方を作っていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。